走れないなら転がしてでも行くよ。それだ。その目、あなた誰？内葉神。内葉一族はもう私とパパ以外いないはずなのに。一緒に来い。嫌って言ったら？父様が言った。連れて来い言った。それ絶対。お前をさらう。え？あちしをさらって何しようっての？ちょっと！部分倍化の術！うわっ！お前、いらない。子供の喧嘩にしちゃちっとやりすぎたな。七代目、うちの里の子供たちはしつけはいい方だと思うんだけどよ。シャリンガ、そうか、お前がこのあちしを軽々と。悪いが拘束させてもらうってばよ。いろいろ聞きたいことがあっからな。なるほどな、万華鏡シャリンガまで。ならこっちも手抜きはできねえぞ。武器の遠隔操作、それがお前の力か。ナルト、久しぶりに暴れるのか。ほんの少しな。サラダ、これって七代目の体の中にいる。美獣、キュービの力。加減しろよ。めんどくせえことだ。なんて強大なチャクラなの、それをあんなに正確に。今のよくかわしたな。よく鍛えてんじゃねえか。すげえ。七代目がめちゃ強いのは知ってたけど、実際戦うとこんなすげえの？あのシュッとした立ち姿はもしかして。え？これが当代最強の忍びと謳われた七代目火影のキュービの力。この目で見ることができたのは思わぬ収穫だったな。一旦引くぞシン。こいつの相手はお前一人では無理だ。消えた。時空間忍術。ここまでか。あの、もしかして七代目があちしの本当のパパ？ん？急に何言ってんだ？ちょっと違うかな。つまりどういうことだってばよ。それにしても今の何者？パパを見つけるまで旅を続けようと思ってたのに。あちし、狙われる乙女ってやつ？いや、狙われたのは蝶々じゃなくて、おそらくサラダの方だろうな。え、あいつら何者なんですか？内葉って名乗ってたけど。お前は何も心配することはね。俺が守ってやるからよ。さて、このまま二人を里に返すわけにもいかねえか。二人とも俺と一緒に来い。それが一番安全だしな。
一緒に？やった！実はこれから久しぶりにサスケと会うことになってんだ。あいつもきっとサラダが来たら喜ぶってばよ。あ、そうだ、これ届けに来たんでした。おっ、ありがとう。すまねえな。ごちそうさま。サンキューな、わざわざ届けてくれて。いえ、お礼ならボルトに言ってあげてください。あ、サラダのパパか。もともとはあっちのパパを探す旅だったのにな。ん、長寿のやつどっか行ったのか。サラダのパパってどんな人？あっち一度も見たことないんだけど。覚えてない。そっか、あいつずっと旅に出たっきりだもんな。そうだな、俺が説明すっと。アカデミーでくの一にモテまくっていた。俺と同じでな。そしてかなりのイケメンだった。俺と同じでな。さらに忍術の成績はダントツトップ。俺と同じでな。トップって普通一人っしょ、おかしくない？そんかし、アイスが悪くて独りよがりで口が悪かった。俺と全く違ってな。つまりあいつは俺のライバルだ。それは今でも変わんねえ。サラダ、さっきお前見ててすっげえ昔のサスケとサクラちゃんを思い出しちまった。え、サスケはメガネかけてねえけどな、目元なんかお前にそっくりだってばよ。でもどことなく雰囲気はサクラちゃんにも似てるしな。切れた時が怖そうなところも。安心しろって、どんなに離れてたってずっと会ってないからってお前たちが親子だってことは変わらねえってばよ。長女も顔は軽いそっくりだけど体型は昔の長女にそっくりだってばよ。ああ肉まん食いだ。なんだろう、七代目と一緒にいると何のこれしき、すごく安心する。見えてきたってばよ、あの塔がサスケとの待ち合わせ場所だ。もうダメ、休憩しよう。しょうがねえな、少しだけだぞ。そんな、塔はもう目の前なのに。いいから、サラダも荷物を下ろせ。はい。あの、私トイレに。あんまり遠くへ行くなよ。はい。もう少しでパパにやっと会える。パパ。よくここが分かったな。奴の仲間か。